手に死ぬのは許さん。暴れたとか人間への復讐とか弱くな。死因を書かなければ皆心臓麻痺でしょう。続けてますって。面接の1回だけでなくちゃんと一緒になるのはどうかな。大黒、俺今日うな重ね、肝吸い付きで。まあな日和、ほら最近出たとろける4種。気を使わなくていいぜ。さてさてさて、酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。ふらーっと見せ、おい、私の両親の名前について言いたいことがあるなら聞こうじゃないか。いや、人形が。俺がいねえと何もできねえんだからよ。みんな俺についてこい。あなたたちより強い私はとても残念だ。あなたたちは腕が立たないばかり。出るだろう、一目瞭然に。かってめえ、俺の嫁が遊郭に潜入して報酬集に励んでんだよ。マヨラーのスバル君のために頑張って作っているところです。今度は大浴場で。気具合が高いことで。いや、間違えたのは俺だけど。隠さなければならない。なんせ向こうはパソコンで喋ったりするからね。向こうの方が若干キャラ立ってるからね。それに比べてお前は何なんだよ。知らねえからな。吸血鬼ごときに負けるかよ。悪行を清算する時間。
こんな鼻持ちならねえ匂いの女、お前の他に誰がいるんだよ。出しに仕上がったことも許せねえが。だから皿を戻すなっつーの。違うんだ、マジで任務なんだって。おいおい、4以外ならいい数なんだ、このゲロ野郎。どっちのスタンドが強いか思い知らせてやる。なんだ、いつにも増して神器臭いな。私を名字で呼ぶんじゃねえ。私らからいい。もうわかってるって。ソウルイーター、あいつ死神様の名のもとに粛清。この木は母様が大事に育ててきたものですので。怒ると、約束を忘れたんじゃないぜ。そういうことじゃないんだ。自分ができるからって説明が下手すぎる。その組のやつ何のためだ。すぐに対等になれると思ってんの。剣の腕に自信があるようだけど、くぐってきた修羅場の数が違う。さすが吸血鬼から学校を救った英雄さん。蹴っちゃいますしね。実はさっき気づいたんですけど、何気抜いてんだバゲモン。どうせバゲモンには分からねえ。やっぱ殺せるじゃん。見かけない顔だけど、おとなしくしてくれるのならこのまま見逃してあげるけど。どうした方がお前は苦しむ。きっと一番良いのはその質問には答えないこと。諸君、国際法上の義務は果たした。仕事にかかるの。いつもお前は肝心なところで地面に這いつくばることになるんだよ。わざわざ探し出して戦うつもりはない。もうちょっと言い方を。事実だからこそ言い方が大事なんです。外から門をくぐり、なんだお前急に出てきやがって。なんで俺の父さんと母さんがてめえの都合に合わせて殺す。おい出てくれよ。って出てくるわけねえか。隠れやがる。便利だが危険なものに頼った社会のこと。しかしそれが巧妙に分散され分配されていたので。